うわ、初めて。さあ、ハビットですよ。ハビット、これ画面めっちゃ綺麗じゃない？真ん中入って、え、あー、いいですね。おー、一気に、すごいすごい。レトロキッズ、どうも、チャンネルレトロキッズへようこそ、鉄尾キッズです。さあ、今回は特別ゲスト、裏切りマンキーコングのお二人、お願いします。さあ、今回はですね、はい、水道橋の方に来ております。ハビットっていうシューティングゲーム知ってる？はい、知らない。なんか言えよ。なんか言えよ。知らないのも恥かなって言いづらい。言わないっていう選択肢で。X で流れてきたのは見ました。そうそう、はい、ゲームインパクトさんっていう。ゲームインパクトさんはよく聞きますよ。うん、ね、はい、ファミコンの同人ゲームとかを作ってるサークルさんなんだけど、そのゲームインパクトさんのハビットっていうね、はい、シューティングゲームの大会を今やってんのよ。あ、なるほど。大会。そうそうそう。え、オフで。そう、まあ、点数、高得点出た、動画とかをアップするだけで参加できるっていう。なるほど。で、それに、ロフチャンネルさんと、はい、一緒に参加したいなっつってて、はいはいはい。で、ただそのソフト持ってないのね。おお、うん、だから土俵に立ってないですか。で、売ってるところも結構少ないんだけど、あ、確かに。今回この水道橋で、うん、そのゲームインパクトさんの、イベントをやってると。おお。で、しかもその、ハビットも売ってるし、うん、ハビットの練習会とかも行われてるらしい。それはいいですね。令和6年に、うん、そうそう、だからちょっとそれに参加したいなと。で、ハビットを買いたいなと、思っております。なるほど。で、シューティング俺めちゃくちゃ下手なのね。はい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 。だからちょっと、マンキーのお二人に、はい、ハビット、はいはい、プレイして、はい、まあ、ちょっと教えてほしいというか。あ、なるほど、うん。まあ、お二人っていうか、まあ、お一人になると思いますけど。まあ、そうか。プロとアナなんで、まあね、どこをどういう風にしたらいいとかを、ふーちゃんがね、解説してくれたりとか。あ、そうですね。はい、ちょっと見ながら、そんなんしてほしいなということで、はい、ではちょっと、こちらの後ろのビルの、2階とかだったと思うん で、はいはい、でちょっと行ってみようと思います。はい、行きましょう。お、行われておりますね。やってそうですね。レトロゲームで遊び場 in 東京。すごい。インド大会もやってるじゃないですか。あ、本当だね。ハビットシューティング練習会がありますんでね。そちらの方行きたいと思います。はい。さあ、こちらがレトロゲームで遊び場 in 東京、はい、会場でございます。はい、で、こちらの方からですね、ゲームインパクトさんから、はい、名刺をいただいたんですけど。名刺。ゴムです。名刺じゃないです。麻雀でした。あれ、本当に本当にちゃんとロムだ。ね、いや、まあ、ここだけは抜いてますけど、ね、抜いてますけれども、でこの形の名刺入れとかはね、うん、あ、ね、確かにあったりしますけど、してるけども、しゃれてますよね。いいですね。ありましたね、これの。嬉しいです。いいですね。さあ、そして今回の目的のソフト、ね、ずらっと並んでおります。すごいですね。ね、あ、これじゃないですか。これです、これです。ハビット、はい、ハビット。こちらをね、買おうと思うんですが、こちらの、下の段の方がノーマルバージョンで、はいはい、で、上のが、スパイシーバージョンっていうちょっと難しいパターン。なるほどなるほど。うん、だと思います。はい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 、はい、で、違う、ノーマルバージョンの方は、はい、ロフさんが持ってるらしいのよ。おー、なるほど、うん、はいはいはい。だから私がスパイシーバージョンを買って、これで、貸し屋1個しようよ。あー、いいですね。やっぱファミコンは貸し屋1個だよね。そうですね。ゲームやっぱ貸し借り、うん、今ダウンロード版が増えてる中、うん、そうそうそう、貸し借りできるといいですね。ね、うん、で、一緒にね、こちらの、大会用の動画、はい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 、をロフさんと一緒に撮影するから、その時に、一緒に持ってって両方プレイできるなっていうことです。なるほど。なんかそれぞれ部門で分かれてるんですよ ね。スパイシー部門とそうそうそう、そうなんですよ。おー、いいですね。あ、こちらのチラシね、大会概要が載っております。はいはいはい。本当だ。お前のこと、はい、商品が書いてある。そう、商品ゴールドカートリッジ、それがこちららしいですよ。実物が。ゴールド
んにちは、かっこいい。いいですね、やっぱゴールドはツヤツヤな感じのゴールド、うん、やっぱりゴールドカートリッジだよね確かにファミコンといえばね、ゴールドカートリッジです。これ欲しいですね。ね、はい、あ、何ですか。作ったんです、オリジナルで。これあのシェル作ったんです、これ。へえー、あ金型をしてドラキュラの城、はい、これハビットって書いてある。あー、ほんとだ。あ、ちゃんと刻印が打ってある。うわ、すごいですね。金型作ってドライブ、あ、MD なんで、うん、あ、MD、 あ、はい、メガドライブとは言ってないですよね、はい、MD です、これ、はい、MD ね、MD ね、はい、確かにこの業界で MD って、あ、MD、はい、これはあのボイスがちゃんと出ます。あ、声入ってる、シュウさんのボイスが、すごい。うわ、そうなんですね。すごいな。あ、MD 専用ソフトで、え、なんですか、焼き鳥、焼き鳥の。これおすすめなんですよ。これ私あの福岡に住んでたんで、昔、はい、大学時代に、はい、であのバイトしてたんで、焼き鳥、博多の焼き鳥屋で、はい、それでこれがゲームに作ったっていう。焼き鳥ゲーム、焼き鳥職人シミュレーション。あ、面白そう。珍しい。対戦もできますか。そうなんですね。あのゲームインパクトさんっていうのは、はいはいはい、どういったサークルさんなんでしょう。ですね、もともと10年前に広島、はい、私広島なんですけど、はい、広島で、まあ、ゲーム音楽を聞きたい、聞きたい、聞きたいっていうのがあって、その東京からゲストを呼ん で、はい、で音楽フェスをやってたんですけど、うん、広島の場合赤いチームが好きな、はい、のチームが、はい、あ、そうですよね。近いや音楽とかより、はい、そっち系がすごい多いので、はい、正直あんまり流行らなかったんですよ。あ、そんな盛り上がらなかったんですか。で、4年ぐらいやってたんですけど、はい、そこからちょっと東京に出てみようじゃないかっていうので、はい、広島から東京に、まあ、定期的に行くようになって、はい、で今東京とか、まあ、今名古屋とか愛知県とかの軸に置いてやってる感じです、はい、あ、ゲームインパクトさんはじゃあ広島発信の、そうですね、サークルさんなんですね、はい、広島から来てます、はい、同人ゲームサークルさんとかになるんですか。元々はただのイベント企画だったんですよ、はい、だからゲームとか、あ、イベントが始まりなんですね。イベントです。だから音楽フェスをしたい、ゲームの、はい、で、いろんなレジェンドを呼んでトークイベントをしたいっていうのでやってて、はい、でそれからだんだん仲間が増えてちょっとゲームができる人もがちょっと、はい、入ってくれたので、はい、まあ、僕もゲーム作りたいのがあって、そこからゲームを作るようになったのが、まあ、今から 4年前、5年前です。4年前、5年前からゲームソフトを独自に作り始めて、はい、こんなに出たんですか。すごい、すごい。 MSX ソフト、ファミコン、あと MD から、はい、GG。あ、これ最近出たやつですよね。GG、これすごいんですよ。これは面白いですよ。これすごいですよね。すごいっていうのはなんかやってることすごいんですよ。見れば、映像見れば分かりやすいんですけど、はい、ゲームギアでこれできるんだみたいな、携帯ゲーム機でこれできるんだみたいな、うん、結構なんか、そう、当時の、ファミコンとか、はい、そういうソフトと比べてもめちゃめちゃクオリティ高いんだよ。クオリティ高いです。高いです。やっぱりね、いろいろこう今の技術、そうそう、今の技術使ってやってますよね、うん、そう。実はこのソフトに関してはまあ、ファミコン、あ、FC ね、FC、あ、FC にはいろいろバージョンがありまして、はい、これいわゆるノーマルバージョンっていう基盤があるんですけど、はい、任天堂さんの方 でそれって何かって言ったら、サッカーとか、はい、シューティングではスターフォースとかっていうのがあるんですよね、はい、その容量でこれ作ってるんですよ。だから一番容量が入らない。あ、一番少ないやつ。そうなんですか。で、かなりスクロールも早いし、敵もいっぱい出るんで、はい、皆さん結構これ、まあ、一番容量が少ないじゃないだろうなって思ってるが、実は容量が一番少ないのでやるんですよ。確かに、僕らからするとその最先端の FC でやってると思ってるけど、違うんですか。90年以降のね。あ、そうそうそう、うん、でね、ゲームの音楽とかも音、はい、音質がすごく良かったりとかするんだよね。で、曲もすげえかっこいいの多いし、曲がですね、この曲なんですけど、はい、元ハドソンの、はい、スターソルジャーの音楽を作った人が作ってくれました。へえ、すごい、はい、そんな、もうやっぱプロ集団で作られてるんですよね。はい、あ、攻略本もある。攻略本、あ、攻略本は嫌だ。やだ。いや、でもね、バージョンによっていろんな裏技が入ってるんです、これ。そうなんですか。あら、
今これ大会やってるんで1分モードになるとかいうのが入ってます、はい、だからまあ大会を参加したい方にはこのおすすめの本ですね。じゃあちょっとそれも含めてご覧させてもらいます。すいません、じゃあこちらでどうぞ。あ、すいません、さあ、はい、ハビットスパイシーバージョン購入しました。来たやった、おめでとうございます。あとあの哲夫さんにおすすめなのが、はい、まあ、別にこれ買わなくてもいいんですけど、これおすすめですか。お、おすすめ、クイズインパクトハビット大冒険。ハビットの大冒険、はい、クイズ系は私めちゃめちゃ弱いですけど弱い、あの、まあ、レトロゲームオンリーのクイズゲームですから、はい、あーレトロゲームのクイズオンリーです。そうなんです、はい、なるほど。多分大好物の MSX の問題も入ってます結構そのジャンル的にもファミコンだとか、はい、ゲームボールだとか、はい、まあ、アーケードとかで結構面白いのがエポック社さんのスーパーカセットビジョンっていうジャンルもあります。これなるほど、まあ、かなりコアなビジョンの問題出されても全然答えれない。さすがに木こりの予測ぐらいしかわからない。わかんないですもんね。今それ言われて。あとはね、結構哲夫さんってこう、はい、自分でご自身で作られるじゃないですか。いろんなもの。あ、そうですね。作る派じゃないですか。はい。ゲームソフト作りたいじゃないですか。ゲームソフト、それは作れるものは作れる。作れるんですこれで。え？これ何ですかこれ？これあの FC 作れますこれ。ファミコン？作れます。ファミコンじゃない FC か。FC 作れます。FC の。はい、ロムエミュレーター、でも私あのその作れるっていうのがそのデジタルめちゃくちゃ弱いで Windows 10の、はい、につなげてやれると作れますか。うわー、ノザワーズファクトリー、本当だ、書いてあります。説明書なんか多分簡単にできますか。あ、これ読めば、なるほど、読めば、はい、あなたも作れます。うん、うん、無理ー、早っ、早ー、無理ー、山本さん出てくるの早ー。漢字多いばいボイ、バイ、漢字が多いばいもうはっきり、あ、燃えろプロ野球ホームラン競争 GB、はい、燃えろプロ野球じゃない、書いちゃってる、そのまま書いちゃってる、はい、これあの、もちろんライセンスお借りして、あ、ちゃんと許可を取って、もちろんすごいですね。でこれもともとこれあの皆さんファミコンの萌えプロと思ってらっしゃる方が多くて、はいはいはい、これ実はアーケードゲームセンターにあったんです。これ萌えプロって、アーケードホームランだけのやつがある。これアーケードの移植です。これ、あ、そうなんだ、知る人と知る移植なんですね。これはだからホーナーはいないんですか。ホーナー、あとね、似たような方がいます。あ、そうなんだ、はい、名前がちょっと違いますけど似たような方が、なんかもうスレスレ攻めてんなスレスレだ、スレスレ攻めてんな、これオレンジの星オレンジに星、うん、うん、ここだっていう決め手はないんだけれども、ないですね、全部違うんですけど、うんうん、今日ここで、うん、ちょっとあの試しというか全部できます。え、あ、全部できます、これ全部できます、全部できます、全部今日ここでできます、試しプレイできるらしいです。した上で買うっていうね。ね、あ、それいい。いや、それはいい。そうしましょう。ね、ちょっとプレイしてみましょう。遊びましょう。ここで私有ができるみたいな。はい。ですね。で、はい、今 MSX 版の、はい、高橋名人の冒険2番。なんで？あったんだね、MSX に。そうですね。なんか面白いから刺しときました、ね。あの、はい、哲夫さんこれね、9面しかないんでめちゃくちゃ簡単ですよ。あ、あら、そうなんですか。全9面です。あ、全9面。9面ってむずそうだけど、はい、結構ボリューミー。おー、かなりスムーズに動いてますよ。あ、なんだ、あ、でもちゃんと冒険島なんじゃない。そうですね、うん、でもなんかその映像がちょっと違うからまた面白いですね、なんか。おー、あ、でもいいですね、スムーズ。いや、なんかね、はい、このちょっとカクつきはあるけど、はい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 、MSX にしてはあの早いしスムーズなスクロールなんじゃないかなと思いますけど。当時の MSX 感はないですか。うん、いや、MSX にしては、あ、やべ、全然ダメ、あ、やられちゃった。うわー、なんか
ギリギリジャンプができないな面白いですね、でもこれでやべやべやべセックスマンを遊べるっていう。さあ、いけるか。さあ、いけるか。あめっちゃむずい。やっぱそこ届かないんだ、ギリジャンじゃないと。あ、本当のギリジャンなんだ。本当にギリしないと届かないです、ね、え、だってこういう間飛び越えの一番最初のやつだよ、はい、そんなギリジャン要求するえ、でも9面なんですよね。全9面だから。あ、全9面で、これ1面。あ、これ1面。そう、うわ、むずっうわ、うわ、初めて。さあ、ハビットです。ハビット、これ画面めっちゃ綺麗じゃない。これがその初期のあの FC のソフトで作ってるってすごいですね。そうそうそう、ロムで。ピンポン。 A ボタンですね。いや、すごいスピード感、全然格好つきもないし。うわ、ドットも。うわ、むずっこれは弾？どれが敵の弾だろう。この四角いやつ、これは何の？これ宝箱みたいな。あれ撃たないとダメなのかな。あー、そうですね、多分そういうところ。これも、うわ、街とかすごいですね。 B ボタンは何？ B ボタンスピードアップとバックファイヤーが出るんで、それで敵をつけれます。あー、なるほど、はい、あ、そういうことか。後ろで、あ、これパワーアップっぽい、やっぱり。お、来た。二股に分かれてる。あ、バックファイヤーいいな。バックファイヤーすごい、結構なんか技術出ますね。ねえ、うわ、すげえすげえすげえ、めっちゃパワーアップした。3つになった。え、何これ。敵じゃないですか、固めの敵。あー、1個減った。被弾で弱くなっちゃうんですね。なるほど。でも被弾一発で終わりはしないと、耐えれるってことですね、そのあれが。あっていう1分の、あ、1分か。1分のスコア6万200点。はい、まず最初の哲夫さんの初プレイ6万200点。初プレイ6万200点。これがもう高いのか低いのかもう全く分かりませんが、ね、プロゲーマーは全然高橋名人やってましたよ、ここで。なんでだよなんで言うとかないんだよ高橋名人やってましたあ、そうなの、はい、見ててよ、じゃあB 使う、B 使わない。 B はバックファイヤー、それも聞いてなかったんかよ。もう右下に L って載ってると思うんですけど、今ローです、スピードが。あー、だから、で、もう一回 B を押すと、はい、スピードが2段階なんで。スピード上げれる。なんかデメリットあるんですか。デメリットは、いや、まあ、後ろからおならみたいなファイヤーが出るので、それでどんどん敵もやっつけるんで、後ろの敵とかも。速いのに慣れてるなら全然いけるっていう。そうですね。ただ速すぎるからちょっと制御がしづらいっていう、はい、この剣は何ですか、剣。剣、え、どれですか、剣マーク。いや、右下が、パワーアップ、パワーアップです。あ、パワーアップ、パワーアップです、はい。パワーアップは1種類ですか、はい、1種類です。あ、なるほど。すいません、テトさん、はい、8万点いってます。あ、すごい、やっぱすごい。それではちゃんとバックファイヤーでやったら簡単に預けれるんですか。あ、上が弱点なんだ。なるほど。その上行って B ボタンで倒すっていう。出てきますよ。あ、真ん中に打つけど真ん中に。あ、終わっちゃった。いっぱい。あ、うまっ。わあ、93,700点。やっぱすごいわあらららら、まあ、一応高橋名人とね、引き分けしましたからねコナミブースで、東京ゲームで、マジで引き分けでしたね、確かに。すごくない。本番は勝ちました高橋名人に、はい、すごいなまあちょっとこれ練習したらね、うん、全然多分倍以上出ると思います。これハイスコア、これ今聞いておきます、今の、うん、なんか、あ、知ってる人のね。そうですね、はい、確かに。これやり込んでる人ってどんぐらいになるんですか、1分で。通常でやって24、5万。全然2倍足りない。そんな、だって1分だから、そんな大きく差が、先ほど本買っていただきましたね、はい、そことか読んでは、どの点、どれのキャラクターを倒したら点数が高いか。あー、それはありがたいです。なるほど、はい、で、その隠し場所っていうのは書いてないので、はい、それはご自身で見つけてもらうようにしてるんですよ、はい、だから、あくまであれガイドブックなんで。なるほど、はい、いるのだけ教えてくれる。そうです、そうです、はい、うわ、面白い。いいですね。ちょっとスパイシーも見てみていいですか。やりましょう、やりましょう。はい、こちらスパイシーバージョンですね、はい、景色が夕方になってて、はい、で、超難しいらしい、はいはい、さあ、ちょっとチャレンジしてみます。おお。さあ、まずは
これでもいいですよ、いきなりパワーアップゲットして。そのお金も取りたいですね、スコア的には。お金は取りたいですね。ハニワ倒したかったな。ハニワね、左の。あーなるほど、ハニワなんか左に出てたの。あ、ほらハニワ、ハニワどこ、右に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 、絶対点数高いですって、ハニワ。どこにハニワがいいんだよ。ハニワいるでしょ。ハニワ探してください。いないよ、ハニワなんて。あー、すげえパワー弱くなっちゃってんじゃん。被弾しちゃってますね。てか、いや、敵の数も多いですね。キノコも点数高そうですけどね。確かに。あのルピーみたいなのも、なんか、そのルピーみたいなのも、なんか、毎回、押してってます。もう、無言じゃないですか。うん。え、何？あ、今、ボムみたいなの拾ったんですよね。あ、そうなんだ。真ん中入って。え？あー、いいですね。おお、一気に。すごいすごい。点数高。わ、点数高いよ。7万点入りましたよ。で、それバックファイヤーで。おお、はい、あ、でも、なんと。14万2300。わ、すごい。10万超えた。素晴らしい。初プレイで14万2300はいいんじゃないですか。どうなんですか。これ、スパイシーバージョンの方は何点ぐらいが上位なんですか。もうちょっといくよね。まあ、30万台ね。あ、ちょっと半分、まあ、じゃあこんなでも難しい分点数入りやすいですね。ね、あ、すげー。あ、でも面白い。面白い。フージ行こうよ。あ、俺いいですか。フージ行こうか。いいですか、ね、あの、ノーマルバージョンとスパイシーバージョンの大きな違いは、はい、ノーマルバージョンと、あの、スピードが3段階になってるんですよ、スパイシーの方が。ああ、そうなんですか。はい。で、連射速度もこっちの方が上がってます。へえ。その代わり敵が多かったり、敵が多かったりとか、はい、っていう。弾が多かったり。はい。お、ハニワ、ハニワ、ハニワ。あ、見えました今、ハニワ。ハニワ、ハニワ、ハニワ、いたね。あんなところにいたんだ。はい。あ、これ、これ、ハニワ、ハニワ、ハニワ。俺の時はいなかったよね。いや、いました、ずっといます。毎回、ガンダム性ないですよ、多分このゲーム。そんな、めちゃめちゃ不公平でしょ。これやられるってあります。ん、やられるってあります。もう今この状態でやられると一発です。あ、よかった、はい、やばいやばいやばい。やられるってないゲームってあんま面白くない。今くるくる回ってるブロック壁があるじゃないですか、はいはい、あの方の1回当てることで100点入ってくるので全然。なるほどなるほど。あ、なるほど。あの方、あの方、先輩なんですか。もともと人間だったっすよ。おー、なんだなんだなんだ、何それ、なんそれ、なんそれ。なんかボムでやったらみんな点数、桃みたいになって点数になってくれました。さあこれ倒して、点数高いからこれ、うん、そうね。あ、もうこの時点で、あ、終わりです。あ、終わり。あれ、俺ん時あれ倒すぐらいの時間あったよね。あ、あれ、スピードか。なんで違うんですか、倒す数。スピード、敵が出てきますよね。それを早く倒せば倒すほど次のが出てくるんですよ。あ、そうか、すごいな。ローテしてくんですね。うーわー、8万8000。じゃあやっぱり避けまくるよりも倒してった方が早いってことだ。うわー、すげー。でも生き残るのに精一杯でしょ、ね、あの方々から8万点。うわー、点数で呼ばれてる。14万点先輩に。はっちゃん、はっちゃんやってください。歯ないんで僕の名前に。ふーちゃんか。いや、すごい。いや、すごいね。面白いっすね。面白いよね。めっちゃ面白いっすわ。ちょっと流行らせよう、これ。ハビット大会流行らせ。ハビット大会。でもこれ、うん、やっぱゲーマーであればあるほどやりたくなるんじゃないですか。ねえ、はい、めちゃめちゃ面白いから、はい、でも知らない人も結構いると思うんですよ。はいはいはい、はい、うん、だからちょっとね、流行らせよう。これ1分でできるのもいいっすね。わー、これちょっと楽しみだな。うまくなりたいな。ねえ、他のゲームもちょっといろいろ見てみよう。そうですね、そうですね。あ、2分モードがあるんですか。あ、それでもやって、あ、いいじゃないですか。2分モードでね、はい、はい、よくわかんないですけど、スタート。はい、よっしゃい。あ、星犬言ってますよ。え、なに、あ、え、なになになに、今モモとか出てる、それを、あ、おしな出てるやつを出します。タレネギ、ネギマー、塩つくね、塩、めっちゃむすいやん。これ多分火、これ燃えすぎみたいな爆弾じゃないですか。で、ひっくり返すのはその方向キーで下に押したらひっくり返ります。それ、あ、で、仰ぐのはあの A ボタンか C ボタンで、うわ、風で仰いで、うわ、これめっちゃパニクる。だいぶ、そうですね、難しいですね。タレ、塩も、タレ塩出すときに、タレはどっから出るの。B ボタンを押していただいて、あ、なるほど、味付け、はい、分かんないけど、で、それでタレを塩って、わー、タレ塗ったんや。かわいいっすね。これを2分以内に何個出せるかっていう。で、今ちょうどあの赤いメモリ機がありますよね、はい、それがどんどん減ってくるんですよ、これ。
だからそれ食事を提供しないとその満足度が下がってくるので、あれがゼロになったらゲーム。これ火がついたら焼けたよっていうことなの。あ、そうで舌を押したらひっくり返してみて、今やってください。で片面焼かないといけないんで、今舌が焼いてます。でも焦げました。あー焦げた、はい、あー焦げてる。うーわ、もうとりあえず出しましょう。もう出すの、出すの上ですれば。あ、上で。あ、もう出しましょう、出しましょう。怒ってます、これ怒ってます。まあ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 、まずい出してるから。まあ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 、でもね、あ、まあまあ、一応食べ、いやいや、1個も増えてない。出したんでね、一応1個も増えてない。110円しか持ってないですよ。あんな出したら110円しか持ってないですよ。ああ、でも満足そう。でも110円って、でもさ、俺が九州に住んでた時に行ってたところは皮30円だったから結構売れたんじゃないかな。いや、4本売れてないんですよ。6本焼いて4本分になってないんですよ。むずいわ。オーダーがオールになってて難しいんで、同じモードでやってやります、やります。同じモードで。じゃあ分かりました、オールで。じゃあこれでスタートして、はい。あのおじさんしかいなかったもんね。あ、なんか全然違う、かわいい。あ、これハビットのキャラ、擬人化ですね。あ、擬人化してる。ね、帽子が一緒だったから。うん。あ、いいお姉ちゃんになった。で、B。B で味付け。下で回して上で提供。おお。ハビットちゃんって女の子だった。ね、男の子ってことですね、あの感じ。いや、だからハビットコスプレの、あ、女の子。じゃあどれが、これがやっぱ、あ、もう良さそう。もう焼けてますね、焦げてるけど。片面焼けちゃったけど、うげーっつった。うげーなの、まだ焼けてないですね。あ、来た来た来た、ついに。お、満足度アップ。マジか。え、これ火力アップっていうのは、これはあれは、それを取っちゃったらすごい早く焼けるっていう。あ、はい、あれもランダムに出るので、はいはいはい、はい、使うかどうかはまた別と、はい、え、プロゲーマーってこういうのもうまいの。リサマこういう系よ。こういう系結構 やります俺。あ、そうなんだ。ネギは焼くのが時間かかりますから。あ、そう、あ、ちゃんとだから、その、えー、面白いこれ。で、そのためにうちわで早く仰いだ方が早く焼ける、はいはいはい、同じタイミングで全部出せるっていう。間違えた。で、曲がまたいいよね。確かに、うん、ちゃんとちょっと昔のその焼き鳥屋さんというか。で、一応これ歌が入ったんで、トラックを出してるんですか。手で出す。本当だ。鳥銀。いや、いいですね。ね、富士そばの社長じゃないんだから。一応売りましたよ。ああ、マジで865円も。いや、赤だよ。いやいや、110円と865円赤だよ。まあ、確かに。でもうまくない。まあでも、まあ、初プレイでね、これ。いや、面白いです、面白いです。これめちゃくちゃ面白い。これ面白いですよ。これめちゃくちゃ面白いです。あれ全然わかんない。おー、来た。おー、どうだ、入った入った入った。あー、入ってない。あ、思ったより難しい。確かに。お、これいったんじゃない。おー、ホームランじゃないですか。それが当たった場合ですね、くるくるくるって回転するんで、それでエネミーを倒せます。おー、さあ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 。で、今それでぶつかったら、あ、じゃあくるくる蹴ってますか。あー、なるほど。ああ、砕け散る。コッパみじんです。でも砕け散ったのがハートになる。かわいい。かわいい。シティコネクション。あ、赤にしよう。お、じゃあここからは赤。うん、ここからは赤。 A はなんですか。あー、オプションか。オプションが2つ。オプション赤、強化。オプションオプション赤が、お、おお、後ろにもそう、銀みたいな、将棋でいう銀みたいな球の出方。あー、なるほど、はい、なんかちょっと分かってきた。将棋で例えた方が分かるんですけど、あの緑の子浮遊してるのを取ってたらどんどん得点が上がってきます、ね、あ、なる。ちょっと待って、めちゃくちゃ面白いぞこれ。面白いですよね。これめちゃくちゃ面白い。お、ハマってる。あれと武器と敵のどれかが出てくると。はい、あ、武器ファイヤーですね。さあ、ファイヤーを取った。ミイラに1回倒せれるやつです。あー、ミイラ以外に出てきた。あー、ミイラが
うわその角にある宝箱やだな。さあこれで落とし物ゲット。おお、素晴らしい。ツアーにし。何その画角？テレビチャンピオンの画角。これがあの裏技ですね。へぇ、はい、ハビット君、ハビット君ね。あれはゲームボーイにはないですね。というわけで今回はゲームインパクトさんの、レトロゲームで遊び場、の方にやってまいりました。こちらの方ですね、ハビット、こちらの大会の方チャレンジしますので、そちらの動画もお楽しみに。Oh yeah.